e スポーツの魅力っていうのは日本ではまだなんですけど、世界ではもうすごい盛り上がっている。海外とかでプレーもしてみたいですし、私挑戦します。やったーってガッツポーズで喜んだ時にすごい胸が高ぶりました。ライバル心持った方が切磋琢磨し合って上に行ける。強くなりたい、上手くなりたいだったり、どうしても上上上、どんどん上を目指している本気な仲間がすごい多いですね。ライバルでもあり仲間です。チームの雰囲気が一番大事だと思います。コミュニケーションが一番大事だと思ってて、諦めないことです。自分の魅力を見つけることです。誰かに言われてではなく、自分からこうやる、やりに行くっていう。やっぱり否定的な意見がどうしても多くて、ゲームだからっていうので見られたりすることはとても多いんですけど、僕たちの世代でその否定的な意見を全部覆していければいいなと思います。人生一度きりなんで、その e スポーツ業界っていうのを盛り上げていくっていうのもあって、新しい挑戦をしようと思います。自分らの後の世代の子たちに e スポーツを知ってもらうことをしたいです。